皆さん、ジャパン・ルネサンスにようこそ本チャンネルは日本文化最高を目的とした放送番組です今回はエマニュエル・スウェーデンボルグの話である彼は17世紀のスウェーデン王国出身の科学者・神学者・思想家であり霊界を見て来たという霊見体験に基づく大道の中立で知られ その多くは大英博物館に保管されている。今回は彼が見た霊界の様子についてシリーズにて解説したいと思います。精霊が霊界へ入る時に体験すること霊が進化する時何が起こるか精霊たちはこのようにして初めに精霊界に入った状態これを第一状態というから次第に霊に近い状態 第二状態へと進化していくのである。精霊はこれに答えて彼の泣きの理由を説明したがこれを聞いた霊は突然笑い出した精霊は他人の泣きを笑う霊に恨みがましい目を向けたがそれでもどこか軽減そうな表情をその顔に浮かばせた霊は言う「汝そのことを気にするにあたらず汝の思い出せるは何時人間にてありたる時の外面的知識に過ぎず」。 例えば学者の知識のごときものなりこれ霊界にては全て不純物と称す何時思い出せざるはむしろ何時の精霊的進歩の証拠なり核のごとき外面的知識は全て霊界にては何の用いる用もなしさすれば何時の投げかんこと全く理由なし精霊は少し考える風情でこれを聞いていたがはたと感じるところがあったようだその精霊は草の上に腰を下ろし しょんぼりとは何かを考え込んでいる。私は少し離れたところからこれを見ていたがもうかなり長い間彼はそうしているのだしかも盛んに独り言をつぶやいている「我狭窄にあらずやはたまた我が知性と頭脳は全てこれ破壊されたるか我いかにしても世にありしときの知識を思い出せず我が将来は全て暗黒に閉ざされたりああ我いかにすべきかを知らず」。 誠に心細い限りの独り言であるするとそこへ霊界の霊が現れて彼に尋ねた「何時何岡ほど内京料や我何時の内気を聞きて何時に進言せん」彼の表情は明るくなりそして言った「我何時の解けることを了解しり我が知識の記憶は衰えるに従い我には不思議な他の能力の備わりくる感じ近代しばしばありこれすなわち 肉体的に人間の逮捕にして霊的正常の進歩なるか今我そのことを了解せり彼は近頃それまで見えなかった霊界の姿や霊界のものが時々見るようになりまた他の精霊たちの顔を見るとその考えの全てが分かったような気がしてきたり時には人間だった時の友人のことを思うとその霊が自分の目の前に現れたりする不思議な経験が多くなった。そして、 これとともに彼のの人間だった時の知識は次第に思い出せなくなくってきたた。のだと説明し霊はこの話をニコニコ笑いながらうなずいて聞いていたが最後に一言言った「何時精霊の第一状態を経て今や第二状態に入れり何時の霊界へ行く日はもはや遠からちこれはある精霊から聞いた話である」「彼はある日精霊界の広場のようなところを通った時体に弾丸を突き止た」 身体に弾丸を突き通されたような痛みを感じて、思わずは広まった。そして左手の方を見ると、彼が世にいた時の知り合いだった。男の精霊が世にいた時とはかなり面変わりした。顔で睨んでいた。彼は睨まれる。心当たりのないので。彼は睨まれる。心当たりはないので、不審に思って今度は右手の方を見たするとびっくりしたことに、その精霊の妻だった。精霊がやはりすごい。顔つきで睨んでいるんである。 彼は恐ろしさを感じて早々にその場を立ち会ったが振り向いてみるとこの2人の精霊はこの世の尺度で言えば10万メートルも離れたところからお互いにまだ白い目を向けて睨み合っていた未まだ彼ら互いに睨み合い続けおらんだがその理由我に全く不明なり彼は今見てきた光景の良さに興奮がまだ続いているようであったそれに彼によればこの夫婦は世間に会った時は のの良いい夫婦だだったのだという。この世の夫婦などもやはり世間にいる間は世間のしきたり評判それに打算などといった外面の絆で結ばれており本当のお互いの心の内は憎み合っている場合も少なくない精霊界に入った当初はまだこれらの記憶があるのでお互いに同じところで生活していたりするだが両者が精霊の第二状態になる頃には2人の霊的本性が 外面の制約を脱し、憎しみがあったときは、これがあらわに現れてくる。この夫婦の場合もおそらくそうなのであろう。このような例は、精霊界では少しも珍しい例ではない。このことは、その霊的本性が凶悪な精霊の場合も同じだ。世間的な打算や法律の恐れなどがなくなり、彼らは第二状態に入る頃から、普通の世間での凶悪とは比較にならない凶悪さを示し始め、 これは必に尽くしがたいほどである。だがこのことは後に記す機会があるだろうから今は述べないでおく私は初めて霊界に入った時のこと「聖霊界から霊界への移転は実に不思議な仕方で行われる私はこのことを自分自身の経験で記してみよう」「その日はこの世でいえばそよ風の吹くうららかな春の日のような感じであった」 私は精霊界のある野原の外れにある小陰に腰を下ろし目の前に広がっている野原や野原にいる精霊たちを見ていた私が奇妙な思いにとらわれた事件が起きたのはこの裏ら,らかさの中であった私の視界から野原も精霊たちも全てが突然すっと消え私は一瞬めまいのようなものを感じたそして次に広大な精霊界の周囲を取り囲んでいる巨大な峰ミ々ミの連なる山 波だけがいつもより恐ろしくほどくっきりと私の目に焼きつけられるような感じになったそしてこの山波はいつも見ているよりはるかに近くに見えたそれは私には山々が周囲から一度に歩調を合わせて私の方に迫ってきたような感じがしたほどであった私は山々に押し潰されるような気になったするとまた突然私を驚かすことが起きた 山脈の中でも特に高くそびえ立つ二つの山がお互いに左右に少しずつ移動し始めたのだそれは天にまで届く巨大な門扉が左右に少しずつ開いていくようであったそしてそこに山脈の彼方へ通じる口が開いた私は目を疑って考えた山が動いている私の喉は枯れ声も出なかった私はそのまま気を失ったのかまたは精霊として死んだのかに違いない ちょうどこの世の人間が肉体の人間として死ぬようにあとは何も分からなくなったどれほどの時間が経ったかは知らないだが私には何万年もの年月が流れたような気がした私が気がついた時私は自分の周囲がすべて赤土のような赤茶けた色に囲まれているという感じがしたしかし私の目はまだ開いていなかったようである 私はやっとの思いで記憶をたどり山が動いて山脈の間に口が開いた恐ろしい思いをしたことを思い出したそれから現在までのことで私が思い出したのは次のようなことであった私はあの山脈の間に開いた巨大な口の間を通ったようだなんだか私の体全体が空中に浮かびある方向へ飛行を続けているそしてその飛び方はごくゆっくりのようにもまた 逆にに猛烈な速さでで飛んでいるようにも思われた私は最初大きな川の上を飛んでいたように思うその川は東洋の聖なる川ガンジス川や中国の洋子ス港などとは比べ物にもならない大きな川幅を持ち水はゆったりと流れていたようである川の上を通り越すと私の眼下に大きな海が見えてきたそして海には私がそれまで見たこともいや想像したこともない獣や魚などが見えた 私は海の上を飛びながら自分の飛んでいく方向の暗い空に一つの小さく川や星のようなものを見た海の上をかなり飛んだ時私はょうどまで小さく見えていた星が急に巨大な光の塊になって私を焼き尽くそうとしているのをとっさに感じて恐怖のあまり目を閉じてしまった私を焼き尽くそうとしているのを っに感じてて恐怖のあままり目を落とし,てしまった。私はここでままたた気を失っってしまったように思われる。私は赤じゃけた色の中で恐る恐る目を開いてみた私は生きている確かに生きているこれが私が最初に感じたことであった目を開いてみると私はなぜ赤じゃけた色の中にいるような気がしていたのかは分かった私の目の前には見慣れた精霊界の光景は跡形もなかった目に入るのはどこでも続く かかわらない赤たけたた色の光たる世界、それは砂漠のような感じもしたがそれとは明らかに違うものだったが広がっており私はその中に夕闇のような薄明かりの中に一人いるのであったこの世界には全く何の生命あるものの存在もその蚊か,からさえ感じさせるものはなかったそれはまさに永遠の死の世界であった。 だがそのうちに妙なことが起き、私の心を騒らせることになった。赤たけた色の死の砂漠のような世界の彼方に、弱い光を放つ太陽のようなものが見えてきたのだ。ただこの太陽の高さは私の胸の高さであったが、私には何とも奇妙な感じを抱かせた。そして次にこの太陽の鈍い光で透かしてみると、砂漠の果て,果てには全く何の、 生命あるものの存在もその欠か,からさえ感じさせるものはなかったそれはまさに永遠の死の世界であっただがそのうちに妙なことが起き私の心を騒がせることになった赤茶けた色の死の砂漠のような世界の彼方に弱い光を放つ太陽のようなものが見えてきたのだただこの太陽の高さは私の胸の高さであったが私には何とも奇妙な感じを抱かせた そして次にこの太陽の鈍い光で透かしてみると砂漠の果て私の視界の果てにゴツゴツした岩肌をさらした山々のようなものが見えてきたその山々の周囲には古代エジプトの壁画やピラミッドの内部に描かれているような伝説的な騎士の人々幻想の世界の動物のようなさまざまなものが空中を動き回っていた。 には全く何の生命あるものの存在もそのかからさえ感じさせるものはなかったそれはまさに永遠の死の世界であっただがそのうちに妙なことが起き私の心を騒らせることになった赤焚けた色の死の砂漠のような世界の彼方に弱い光を放つ太陽のようなものが見えてきたのだただこの太陽の高さは私の胸の高さであったが私には何とも 奇妙な感じを抱かせた。そして次にこの太陽の鈍い光で透かしてみると砂漠の果て私の視界の果てにゴツゴツした岩肌をさらした山々のようなものが見えてきたその山々の周囲には古代エジプトの壁画やピラミッドの内部に描かれているような伝統的な騎士の人々や伝説的な騎士の人々を 幻想の世界の動物のようなさまざまなものが空中を動き回っていた何時今や永遠の霊なりここは霊界になるぞそしてその声とともに私の目の前には一つの人影のようなものを私に顔を向けて立っていた私がどれほどの驚きを感じたかは人々の想像に任せよう私の記憶は驚きの底でくるくると走馬灯のように回転し始めた死の砂漠に似た赤茶けた光爆たる世界 そして太陽のののようなものの出現砂漠の果てのごつごつした岩山と伝説の中でのような人物や動物たちの動きそして今や死の砂漠に似た赤茶けた光爆たる世界そして太陽のようなものの出現砂漠の果てのごつごつした岩山と伝説の中でのような人物や動物たちの動きそして今は不思議な声とその声の主の突然の出現 私の心は続いて起きた奇妙な事件の連続に全く圧倒されていた私は落ち着いてこれらの事件や周囲の状況の意味を知ろうとしただが意味を解説する手がかりは何も与えられていない思いがするばかりであったそのうち私はふと気がついたごつごつした岩山、ま、幻想の中のような人物や動物たちそして死の砂漠のような世界自体さえ 知らぬ間に私のの視界から消えててしまっていっいたのである私はその意味の解説をしばらくそのままにして先ほどの声の主にこの不思議について尋ねてみた彼は答えていった「何時未だ霊界になれず霊界に不思議のことあまたありされど何時も行きばくもなく霊界になれんその霊界の答えは私の驚きや興奮を全然問題にしていないように平静なものであった」。 そして、この声の終わるか終わらないかのうちにまた先ほどまで私が目にしていた光景が再び私の視界の中に現れてきたのである以上は私自身が初めて霊界へ入った時の経験をそのまま記したものである私はその後他の霊たちに聞きどの精霊にとっても初めて霊となって霊界へ行く時の経験はごく細かい点に多少の相違はあっても大筋を私の経験と 同じだとということを知っただからこの経験は全ての精霊が霊界へ入る時経験するものだと考えてよい。私が見たたはこの秘密があったではいかに私が初めての霊界の経験の時最初にあった先ほどの霊から聞かされた霊界の予備知識の概略を記して人々への霊界案内とすることにしよう。彼はおよそ次のようなことを語ってくれた。 まず霊界は霊界の太陽これに対しこの世の太陽を彼は自然界の太陽といったのもとにある永遠の世界であることそして私が初めに目にした胸の高さの太陽がそれであること霊界の太陽は霊界全体に対し自然界の太陽のように光と熱を与えて生命を維持させるだけでなく自然界の太陽にはない霊流という特別な流れ 目には見えない、を霊界に放っていること。また、霊界がこの世と最も違うところは、表彰の世界だということだと彼は言った。そして私が経験した不思議な体験も、表彰の世界である幽霊界では、ごく平均で当たり前のことに知ぎないのだと言って、その場訳を説明してくれた。彼の説明は続く、まず私は最初に見た赤焼けた砂漠のような世界、それから遠くの岩山、幻想の中のような人物や動物は、 いずれも私自身が知らぬ間にそれを見ることを希望したため目に見えたものでありそれは現実に存在しても見る意思があり見る能力彼はそれを霊視力といったが,が霊になければ目には入らないことだから最初私の目に砂漠のような世界だけしか見えず次に岩いなどが見えてきたのは私の霊視力が霊界に少し慣れたために少しではあるが 発達したためだというまた私にこれらの光景が途中で一度見えなくなったのは私が他のことを考えたためまだ見張ったすな霊視力が曇ったせいで別に不思議はないそして最後に再びその光景が見えたのは実は彼が見えるようにしたのだと言って彼は謎めいた表情で私の顔をがったそして少しの間を置いてから彼はその訳を説明してくれた。 霊は相手の霊の頭の中にある考え、想念をあたかも自分のもののように感知する能力を持っている。彼はこれにより私が目にしていた光景を自分の視界の中に映し取った。そして私の視界からこれらの光景が消えた後で再び彼は今自分の視界の中に一度入れた光景を私の想念の中に投げ入れ私はそれを見られるようにしたというのである。そして彼は霊界の太陽だけでは 常にに私の司会の中にあったた。理由も説明したそれは霊界の太陽だけは他の事物と違う存在であり表彰の対象となるものではなく全ての霊にとって同じように存在するものだからだというものであった今の私には彼の説明は全てよくわかるだが実を言うとこの説問を聞いた時には私は半ばわかるような気がする一方で半分は理解できずに 頭がクラクララするる思いに駆られるばかりであった。私はその後いよいよ霊界の不思議と謎の中へ深く入り込んでいくことになったわけだがこれは以下の章で順々に記していくことにしようそれではまた次回までさようならチャンネル登録よろしくお願いします。